YouTube どうも、ケピです。監督です。いやテレスさん、いい人だったね。もういい人でしたね。俺最初言ったけどさ、はい、ちゃんと受け答えできる人なんだなってどういうことですか。どういうあれなんですかどういうあれだったんですか。え、イメージ、イメージ、え、元傭兵じゃないの。傭兵、あ、テレンスリーじゃんああ、そういうことですかね。あ、またそのネタやります。あ、いやいやいや、まあまあ、まあ、うん、ね、まあそう、そういう感じでね。すごいよね、まあ、まあそうね、何年ぐらいやってんだっけ。いや、4年と言ってました、4年って。オリンピック男だね。そう、そうですね、うん、今年オリンピックだもんね、うん、頑張ろう。はい、はい、チェックイットアウト最近どう、たかし、気にしないで、関係ないから。してる、どうも、ゆいです。してるってなんだ今日の愛車紹介させてくださいは、こちら。今ので分かったでしょ。お楽しみに。はい、ということで今日の愛車紹介させてくださいは、日産フェアレディ Z、 待って待って、2007年日産フェアレディ Z でございます。まあね、冒頭でお気づきかと思いますが、あの車だね、監督。そうっすね。今日どんな DK 来てるんでしょうか。はい。じゃあ早速ね、DK をお呼びしたいと思います。コヘくん。はい。どうも、こんにちは。はじめまして、オーナーのコヘくんでございます。今日ね、遠路はるばる、どちらから。愛知県から。愛知県からお越しいただきましてね、しかもこれでね、マニュアルですよね。そうっす。めっちゃ疲れそう。早速じゃあ、こっち車ね、紹介していただこうと思うんですけども、フロントのお気に入りポイントとかありますか。こだわりのポイントとか。アイライン、はい、カーボンなんですけど、はいはい、がちょっと気に入ってるところですかね。ほんとね、印象変わりますもんね。アイラインついてるだけで。悪そうなんで、そうそうそう、ちょっとグッとする感じが。一応なんか、あのお車はこう元々のベース自体は一応ベルサイドさんで、うん、そうですね、できてたものっていう話を聞いたんですけど、これを乗るのもなかなかすごいですよね。車幅も結構変わると思う。そうですね、かなり。あれなんですか、 Z が好きだったっていう感じですか、あの中で。あ、そうですね、 Z がもう DKZ が一番かっこいいな。なるほど、なるほど。はい、乗りたいなみたいな。乗りたいと思う車に乗れるからね。ね、すごいですね。素晴らしいですね。なんかあんまり自分よく見てなかったですけど。あ、本当に？なんかフロントのエアロとかすごいですね。で、そう、よくよく見るとこんな形してるんだとかって、ね、こんな形なんすね。そうそう、すごく思った。なんか上から見るとなんて言うんだろう、ちょっとこう、お魚っぽいっていうか。わかる？クワトロポルテとかちょっとこういうさ、お魚みたいな顔してる。これあれなんですか、最初からラッピングとかそういうのも。じゃあ、もう塗装っす、ね、あ、塗装なんですか。もともとガンメタ、全部ガンメタなんですけど。あ、こっちも一色だった。そうですね、で、まあベルサイさんが多分もうエアロはエアロで塗り分けしてみたいな感じで、はいはい、また違う色の車両とかもいろいろあるんですけど、あ、へぇー、 DKZ はもうこの色でみたいな。はいはいはい、はい、こっちの柄とかはラッピングで入ってる。あ、そうですね、こっち側の、はい、じゃあ次、サイドの方。そうですね、サイド行きましょう。はい、続きましてサイドの方にやってまいりましたが、サイドはやっぱね、こちらですよ。じゃあホイールはどちらのメーカーさんのものになりますか。ワークエモーションですね。はいはい、何インチ？20ですね。あ、20なんだ。はい、ちなみに足は車高調入れてます。車高調、はい、車高調です、うん、エアサスっぽそうなんだけど。そうだね、生足っていうのがね。だ、スポークが細いからね、キャリパーが ね、かっこいいキャリパーが。これでも Z 純正なんですよね、ブレンボ。そうですね、このグレードは純正でブレンボがついてます。やっぱ色合いがいいですね。いいよね、かっこいい。あれですよね、本物も5本スポークの、あれはでもベルサイドさんのホイールかな。そうですね、本物、そうですね、映画のやつは。そうですよね、はい、でも雰囲気はもう、そう、雰囲気はもう、ね、作り込みが完璧ですもんね、はい、流れていきますか、うん、やっぱ DK って言ったらさ、これだよね。まあそうですね、この柄。そうですね、やっぱこの柄が自分もお気に入りのポイントで、はいはい、聞いたところによると、はい、その
ドリフトの意味を含めて、はい、なんかそう踏ん転がしがデザインみたいになってるらしいんですけど、ね、でなんかユニバーサルが、はい、その所有権を握ってるみたいで、やたらめったらこうコピーで作ることができないみたいなことは聞いたんですけど、そうだ、なるほどなるほど、だから余計にこうなんていうんですか、オリジナリティがあって、へぇ、はい、他に被る人がいないってことですかね、はい、インポイントで、え、なんでドリフトで踏ん転がしなんですか、ね、そう、自分も知りたいんですけど、あー、そうそうそう、なんなんだろう、ね、あ、じゃあそれ知ってる人いたらコメントをそうだ、ね、ください、よくよくさ、うん、マジマジ見て、うん、この柄だったんだって思ったよね、本当に、うん、やっぱこう、映画だとね、どうしても走ってる、ね、走ってる方が多いから、うん、そうそう、そうそう、じっくりとは見れないわけですもんね、天井にもこう、そうですよね、伸びてて、こうなんか、羽みたいな感じにね、はい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 、こう行ってますもんね、来てみたいな、そうそう、おー、なんか反対側もありますよね、そうそう、反対側も、ちょっと反対側行きます、で、これですよ、これですよ、これですよ、言わんよ、これですよ。わかるよね。もうわかるよね、だよね、本当に。かっこいいっすね、なんか。そうですね、こっちはまあちょっとシンプルな感じ、はい、ちょっとステッカーチューンみたいな感じなんですけど、はい、東京ドリフトなんで、まあ、ステッカーちょっと作ってもらって。ね、まあ、この車だからね、できると思いますね。ちゃんとほら、ドリフトキングも。そう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 。貼ってあるよ。これインスタの？あ、そうです、インスタのアカウントです。なるほど。皆さん、飛んでください。皆さん、飛んでください。ギアはね、かなり太いですね、だいぶ太いよですね、久しぶりね、久しぶりだね、それ久しぶり、2個半ぐらいじゃない、2個半ぐらいはありますよ、まあでも言うてここからだからね、まあそうっすね、奥まで言ったらもっとあるからね、これどんくらい出てるんですか、あの純正と比べたら、片側6センチ、60ミリ、はい、じゃあ、やばいっすね、めっちゃ出てる、フロントが変わらないですよ、純正と、すごいっすね、あ、フロントは変わらないんですか、変わらないです、なるほど、あ、そうなんだ、はい、リアがもう変わって、私本当にでもお尻はもうすっごいね、うん、あるからね、バーンってなってましたね、うん、慣れるまで結構あれでした、大変でした、いや、その前の車もあれだったんで、はい、あ、そうなんですか、はい、ホイールはちょっと気をつけてますね、そうですよね、はい、やっぱ怖いですもんね、ガリらないように、大体油断するとね、すぐガリッとしてね、リアの方にね、行きたいと思います、はい、続きましてリアの方にやってまいりましたが、リアのお気に入りこだわりポイントございますか、そうですね、このウィングですかね、あー、ね、そう、やっぱベルサイドってさ、このでっかいウィングですね、そうだね、もう存在感ありありの、だってこれもう外国だったら女の子ここに座ってるやつでしょ、あー、そうっすね、座ってご飯とか食べてますよね、外人さん、すごいね、下のもうエアロとかもすごいですよね、マグラのところの作り、マジでなんか後ろから見てるフォルムがさ、すごい、うん、ボーってなってる、うん、これマフラーもあるベールサイドって感じなんですけど、そうですね、中間からリアピースはベールサイドで、それより前は、ワンフー、へー、はい、額は330ぐらいですかね。で、カスタム費用とかは、そっからまあマフラー変えたりだとか、はいはい、いろいろテール変えたりだとかはしてるんで、はいはい、まあざっくり今100ぐらいですかね。はいはいはい、あえて DK に乗ってた Z に行くっていうのもね、うんうん、またどうしてもやっぱりね、主の方に、はい、まあ DK も主だと思います、まあ、DK も主だけどねそうそう、まあ、主役側ってそうそうそう、ランサーとかだって言うてほらね、DK はやっぱ東京ドリフトでは主だったけど、うん、他のね、メンバーは全部的に、そ う,、ね、そうメインになっちゃうから、確かに、そうそうそう、これ、リアのステッカーとかもなんかこだわって、そうですね、当てるんですか、デュエルサイドさんのはい、はい、ステッカーに、をもうもらって、はい、自分で貼ってって感じで、またこっちは、まあ、あの東京ドリフトのやつ、うんうん、で、ロンフリークのステッカーは、うんうん、マッティチャンネルの、はいはい、あのアパレルのあるんですけど、アパレルが、あ、ユーチューバーさんがアパレルかなんかお店を立ち上げてる、で、ちょっと可愛かったんで買って、確かにめっちゃ実体のバランスめっちゃ可愛い、そう、ちょっと可愛いなと思って、うん、また上がこのバーリンズって、
岐阜にの車屋なんですけど、うんうんうん、以前乗ってたその車屋でお世話、ちょっとカスタムとかでお世話になって。そうなんですね。あ、さっきね、サイトでね、前もみたいな言ってましたけど、うん、前は何に乗られたんですか？前はアメ車で、カメラ、カマロ乗ってたんですよ。カメラって言ったんですか？カマロ乗ってたんですか？そうなんです。カマロ乗ってたんだ。そう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 、バンブルビーですか？そうですね、全く一緒で黄色で、2014年式で。おー、はい、じゃあアメ車から国産。そうっす、カマロ買うか、これ買うか迷ってて、さっきカマロ買ってみたいな。あー、なるほどなるほど。降りたんで、もうなるほど。あ、じゃあ映画好きなんですか？そうですね、思った思った、見たらもうやばい。じゃあ今度内装を見せてもらいます。そうですね、せっかくなんでちょっと内装の方を見せていただこうと思います。内装の方にやってまいりましたが、初めて言う Z の内装って見たかもしれない。俺も初めて見ました。なんかすごい、なんか意外とドア内がすごいスッキリしてるって。そうだね、うん、割とこうシンプルな感じ、うん、シンプル。ずっとどっかから音楽流れてますね。もうね、なんせもうね、やっぱさすがですよ。まあそうですね、なってますね。さすがですよ。これはそれはですね、ウィンカーのあれじゃない？ウィンカーのレバーですね。あ、ステアリング変えて、はいはい、位置的に届かないから。そう、クリスもつけちゃってるから手前に。そっか、届かなくてみたいな。出てるってことか、はい。もともと Z の状態でもこう結構がっつりなのかなって思ってたんですけど、うん、ああ結構もう走りに適してるっていうか。そうですよね、ボタンも少なくみたいな。本当なんか余分なものはつけてない感じが、ね、 うん、なんかシートとかも良さそうですね。これは純正ですね今、はい、これ純正なんだ。はい、純正ですね。へえ。なんか日産っぽい色してますよね。ああそうですね確かに本当にね、このなんかここのシートの真ん中のこのね、ここね、これがね日産、この頃の日産っぽい。ね、あ、この、こっちのレバーも日産っぽい。これね、これでしょ。これ日産っぽい、すごい。そこね、真正面からパッて見ると、うん、ここに一番最初に目が行くの、ね、目つきますね。そう、あ、ね、うわ、で、シフトも ね、すごいね、マニュアルなんですよね、この車。そうですね、ドアノブはそうですね、ライクワイズ。いかついね、うん、いかついですね、うん、これが6速なんですか、6速マニュアル。そうですね、6速マニュアルですね。うーん、速そうですね、やっぱ早いんじゃない。そうですね、まあ280馬力ですからね、一応。そうですね、うん、まあ、そこからもしかしたらね、マフラーを変わったりとかして。ああ、そっかそっか、もうちょい上がってるかもしれないですけど。普段でも結構あれですか、乗って走りに。うん、そうですね、よく行かれます。通勤でも使ってるんで。ああ、もうじゃあ常にだ。そうですね。へえ、暇があれば走り行くみたいな。あ、うんうんうん、あっち多いですか？そうですね、周りも結構車好きが多いんで、うんうんうん、みんなで集まるときは大体車でみたいな。なんかお気に入りポイント的なのありますか？そうですね、内装はやっぱステアリングとシフトノブ。なるほど、はい。ちょっとこれステアリングつけてみてください。あ、そう、いいっす。ちょっとゆいさん、つけてみてください。この向き、はい、NRG で、左にちょっと。おお、どうすか、なんか運転しやすそうですね。めっちゃ運転しやすそう、てか超可愛くない？なんかすごいですね、色が。色めっちゃ可愛い。合わせてこれと。ですよね、はい、色味調合わせで。いい、なんかいいな、バックスキンが。すごい。ね、超いいよ、なんか。ね、いいですね、これ。めっちゃハンドル握りやすいし。あれ、なんか LED ついてるんですか、これ。LED リモコンが。あ、これ？あ、そうですね、フットランプですね。純正の、純正っていうか、はいはい、内装の。内装の。へぇ、そうなんだ。ね、これめちゃくちゃつけてる人初めて見た。なんかもうおしゃれでみたいな。なんかこの何すか、このバラのやつ。あ、バラ、あ、バラ、バラのやつ。そう、新しく出て。そうですよね。ああ、そう、うちも最近ほらお店にこれ入れたんだけど。あ、マジっすか。確か匂いもいいんでつけてるっすね。可愛いしデザインも。うん、いいっすね、 DK っぽい。じゃあ一回またお外の方に戻りたいと思います。はい、ということで一通り紹介が終わりましたが、紹介使用するないですか？大丈夫です。大丈夫ですか？まあね、行けてる車なんで、皆さんね、まあ、実写ね、きっと見れる日が来たらまたさらに違うんですけど ね、あの映画を実際に見た方が、おーっつって見れる日がね、あればいいですけどね。イベントとかは行かれたりするんですか、あれば。そうですね、まだこういうね、車の集まりとかだったらば行ったりするんですけど、うんうんうん、そうですね、まあ、ちょっとね、地域がね、お住まいの地域がまあ私たちとは違うので、うん、なんですけどね、まあ、でも見てくださってる方は多分同じお住まいの方とかもいらっしゃると思うので、うん、ぜひぜひ見かけたらね、あの声かけていただいて見せてもらってください。今日はありがとうございました。すいません。
皆さんもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。私スペースバイビーで最後やってるんですよ。そんなんあったんですか。チャンネルとか言わないです。あ、そう、全然あ、ちゃんとチャンネル登録のなんか言うじゃないですか。言ったやつ。あ、はいはい、それも大丈夫です。それは大丈夫です。バイバイでこうスペースバイビーってやるんで一緒にやってやったりです。手はどう。手はこうです。こうですね。スペースバイビー。こっちからだったらこうする。あ、どっちでもこう引いて裏返すぐらい。こうみたいな。はい。あとはもうノリでいってください。はい。じゃあいきますよ。せーの、スペースバイビー。